防波堤のへし釣りの装備の中では、餌箱、それからペンチ、こういうものが必需品になります。それを腰のベルトに固定して使っています。それから夏は特に暑いですから、飲み物を入れられる、ポケットのついたこういうものをこう探して自分も使っております。ペンチはこの中に差し込んで、歩いて釣っている時に邪魔にならないようにしています。それから魚が釣れた時のストリンガーも何本かは、こういうふうにセットしています。堤防釣りは歩きながら釣りますので、私は腰にセットする、ライフジャケット、これを使っています。邪魔にならない位置で、セットできるので、非常に自分は愛用しております。その他の道具としては、魚が大きい魚が釣れます。これ簡単に抜き上げられませんから、玉編みは必需品です。今日はイガイとカニ、それから青い染めを用意しました。夏の、へし釣りは餌が弱ると釣りにならないので、粒とカニなどはこういうパッカンの餌入れに入れて、そして海へ沈めておくということをすれば、酸素なしで1日生きてくれます。青い染めはやはり、クーラーに餌箱に入れて、保存した方が無難です。餌は粒、カニ、これは30分ぐらい使える量を小出しにして、餌箱、腰の餌箱に入れて、使います。